斉藤京ちゃゃんじゃないですかオリックス、斎藤京介ああエグいんじゃないですか、それはめちゃくちゃ抑えてるんで、フピッチング全体的になんか、すごい、なんて言うんでしょう、ピッチングがいいというか、何ですか、試合でのまっすぐも,もちろんいいですけど、その変化球とかもすごいストライク入るし、初登板もめちゃくちゃ落ち着いてましたし、そういった全体的な能力が優れてるんじゃないですか。 普段はめっちゃ可愛いんですよしかも体も全然こうごつくなくて性格ももう超優しい系の絶対スポーツやってなさそうな優しさを <laughs> <laughs> があるんですよはい、喋ってもめちゃくちゃ可愛いしでも球投げたらえぐいっていう、はい、そのギャップがまたいいですね。一軍に 斉藤ちゃんが来た時にすごいもううい,ういしいっていうんですかねすごいかわいかったんでまあ自分も18歳の時来た時こんな感じに見えてたのかなというかシャラマ比嘉さんが「吉しらぶも7年前は可愛かったんだけどな」って言ってました <laughs> <laughs> 先輩から見たらちょっと感覚が出てきたいやいやいや分かんないですけど斉藤 <laughs> <laughs> かなこの前あの初先発して初級やっぱ初級めっちゃ大事なんであの初先発のビターンといい球いってたんであすごいなんか落ち着いて投げてるなって自分の投球できてるなっていうのは見てて思いましたねここ磨けば光るんじゃないかみたいないやいやそんな僕からは言えないですよ <laughs> 僕もまだまだなんで自分自身もあの一年目から なんてほぼ投げてなかったんでファームでもそれを上で投げれるっていうのはやっぱすごい特別んか特別なものを持っているものじゃないと投げれないんじゃないかなと思いますそれを持ってると思いますソタニさんオリックスの一つ目のソタニさんキャッチボール一度しましたけど、まあ、フォームはちょっと独特だと思いますし 球が強くといううかシッととしたようなおえ思思ってすげいいピッチャーというか由伸さん辺りとかとするとまあすごく勉強になるというか受けてる時もすごい関心というかすごいなって思いながらやってますけど、まあ、ペーターとかもそうですし曽谷、まあ、さんもそっちの部類というかなんか違う感覚を味わえたというかそんな感じがしました。 バッティングが本当にすごいですしすしごいスイングしてるので、体つきもすごいですし、スイングもしっかり振れますし、はい、池田、オリックスの池田、はい、池田龍馬オリックスの、えー、池田選手、も右方向に大きいのが、はい、打てるんで、それは本当に魅力かなと思います。 まあ体が本当にごついんで、絶対、あの打つなと、まあ、1軍でも今年何試合か出て、えー、普通に打ってたんで、はい、すごいなと思います。まあ高卒2年目なんですけど、すごいスイングしてるので、まあ今年ちょっと1軍出て、ちょっと活躍したんですけど、ファームでも今年首位打者とかなんか取って、 やっぱ見ていて、すごいどっしりしてて体はすごい小さいんですけどホームランも打てますし何、えー、て言うんですかねマス吉田正尚選手とか森友哉選手とかそういうタイプのバッターなんで、はい、そんな感じのホームランも打ててリズムを残せるようなバッターに、まあ、僕が言うのもあれですけど、はい、な,れなれるかなと思います。 後輩なんで、まあ、ご飯行ったりしますし、はい、かわいい後輩です、はい、来年はすごい活躍するなと思います。はい、3年目、2年目かな、めちゃくちゃ若いんですけど、体つきもすごいですし、スイングもしっかり振れますし、1、はいまあ、軍おるときなんかは、自分に結構あの、バッティングのこと聞いてくれましたし、すごい考えながらやってるんやなっていうのは感じました。 いやもう多分バッティングがすごい大好きな子、はい、なのであのどんどん積極的に、はい、思い切ってスイングを仕掛けていけば、まあ、打てるんじゃないかなと思ってます。あと、自分の後輩高校の後輩ということでなん、まあ、とか活躍してほしいなと思っています。